妙高、従巡洋艦。妙高、妙高、名浮かは、日本海軍の従巡洋艦。一等巡洋艦、妙高型の一番艦である。艦名は、新潟県の妙高山にちなんで命名された。なお、名称は、海上自衛隊の混合型護衛艦の三番艦、妙、高に受け継がれている。二番艦なちの方が、妙高より先に竣工したため。 ナチ級と呼ばれることもあった。平賀がゆる造船中将の設計した、艦級であり、主法門数が多い。その代価に防御を軽視していたという評価もあるが、同時期の米重巡により、重装甲であった。1 9 2三年、大正十二年十二月十日、横須賀で、建造予定の一万トン級巡洋艦に、秒光、呉高尚建造予定の同系艦に、 那智の官名が正式に与えられる。明皇、那智の二席は同日府で官邸類別等級表に登録された。明皇は1924年、大正13年10月25日に横須賀海軍交渉で寄港。1927年、昭和2年4月16日に浸水。即位したばかりの昭和天皇が行行した浸水式だった。 妙高浸水後の4月28日、同仙台で高尾型重巡洋館高尾の建造が始まった。妙高は1929年、昭和4年7月31日に竣工。気候は妙高の方が早かったが、竣工は那智の方が約8ヶ月も早かった。1930年、昭和5年10月26日神戸沖で実施された。 特別大演習館艦式で昭和天皇は戦艦霧島をお召し艦とし、病行型4隻、足柄、先道艦、病行、那智、羽黒は、副部艦を務めた。1937年、昭和12年の夏には日中戦争の上海上陸作戦に従事、病行型4隻で第五戦隊を編成した。1941年、 昭和16年12月8日の太平洋、戦争開戦直後は、飛湯部隊、指揮官、高橋移防中将、第三艦隊司令長官、機関、足柄に所属する。海戦兵器等、妙行、那智、羽黒は、ミンダナオとをダバオ飛行場空襲を観光する、空母流場の航空隊を、ボーブレで見送った。ダバオ、ホロ攻略作戦に従事した。 1942年、昭和17年1月4日、ダバオのマララグワンに艦隊は停泊していた。主な所在艦は、廟光、ナチ、ハグロ、ながら、中、神通、水穂、千歳、シトセ、平安丸、南海丸で、輸送船原用丸は、駆逐艦2隻、雪風、早塩を節減させて燃料補給を行っている。廟校の近くには、ジン 首都せが停泊していた。11時55分、ボルネオ島サマリンダから発信した、コム少佐率いる8機の B-17 が艦隊を爆撃。妙高前、艦班左舷に爆弾が命中し、全部弾薬庫に注水。戦士20名、負傷者40名、戦士35名とも、第5戦隊司令官、高木武雄少将も爆風で軽傷を負った。ダバオ飛行場は、 連日の豪雨で使用不能であり、また空襲への油断から対空警戒がおろそかになってり、砲法院が主砲塔に入ろうとして混雑していた場所に爆弾が命中したことも被害が大きくなった一因だった。明光は大型軍艦としては太平洋戦争で最初に損害を受けた艦となった。第五戦隊機関は智に変更。明光は台湾を経て 佐世保港に開港され、修理を行った。病校被害報告を受けた、宇垣きまとい連合艦隊三謀長は、敵機は、安本方面より来たりたるものかとして、安本当面の攻略を検討している。修理を終えた病校は2月20日佐世保を、出撃、直ちに、スラバヤ方面への進出を加齢された。2月26日、来院部隊指揮官、高橋伊望中将。 機関、足柄は合流したばかりの妙高を含む、従順二隻、足柄、妙高、駆逐艦二隻、雷、明けぼのを率いて、ボルネオ島マーカッサルを出撃、二十七日には、第五戦隊、第二水雷戦隊、第四水雷戦隊と連合国軍艦隊が、交戦したことを知り、戦場へ急行した。だが、スラバヤ沖海戦が一次ヒル戦、第二次ヒル戦等には間に合わず、 戦闘を終えた第5戦隊、第2水雷戦隊、第4水雷戦隊各隊と合流して、輸送戦団の護衛に従事した。3月1日、第5戦隊部隊、ナチ、ハグロ、山風、甲風は、連合国軍艦隊残存艦のイギリス海軍の、従順エクセター、HMS エキシター、68、駆逐艦2隻、エンカウンター、ポープと遭遇。 砲弾魚雷を打ち尽くしていた第五戦隊は、足柄、妙高、雷、電の加入を経て、敵艦3隻を撃沈することにした。妙高型4隻特築隊、さらに空母竜城の艦載機も戦闘に加入し、3隻は撃沈された。3月1日の戦闘で、足柄、妙高は20センチメートル砲弾1171発、妙高型4隻で、 酸素魚雷24本を消耗した。だが、酸素魚雷は自爆等により1本も命中していない。5月上旬の35回回戦では、第5戦隊司令官、MO 機動部隊司令官、高木少将は、妙高に座城、妙高、MO 機動部隊の機関として、昇格型航空母艦2隻を指揮する。5月8日時の MO 機動部隊戦力、機関妙高は、第5戦隊、 病行、羽黒、第六戦隊、第二小隊、絹笠、古高、第五航空戦隊、司令官、原忠和少将、昇格、随格、第七駆逐隊、明けぼの、第二十七駆逐隊、しぐれ、白露、有明、陽日、海戦には、不参加、夕暮れであった。米艦隊は、空母歴キシントンを喪失し、ヨークタウンが大破。 MO 機動部隊は昇格が大破した。第5戦隊は、第27駆逐隊、しぐれ、白露、有明に護衛されて、日本本土へ戻った。6月のミッドウェー海戦、8月下旬の第2次、ソロモン海戦に参加する。10月15日夜、明光は、高尾型従順マヤを急遽部隊に、臨時編入し、第2水雷戦隊、軽順位鈴、第31駆逐隊、 高波、巻波、長波、第24駆逐隊、海風、高風、両風とともに、ガダルカナル島、ヘンダーソン基地艦砲射撃を実施した。10月26日の南太平洋海戦に参加する。1943年、昭和18年11月1日、連合艦隊は、第5戦隊司令官、大森仙太郎少将,将、機関、庫を、 指揮官とする連合襲撃隊を編成し、本隊、大森少将直卒、第5戦隊、明光、羽黒、第1警戒隊、第3水雷戦隊司令官、伊集院松次少将、川内、第27駆逐隊、しぐれ、さみだれ、白露、第2警戒隊、十戦隊司令官、大杉森和少将、阿賀野、駆逐艦、長波、初風、若月、輸送隊、 山城勝盛大佐、駆逐艦、天霧、藤木、き、うずき、ゆうみなきという戦力で、ブーゲンビル島、タロキの岬に上陸したアメリカ軍に対し逆、上陸計画を起こす。だが、輸送隊は引き返し、死体、第一警戒隊、第二警戒隊で、アメリカ軍輸送船団の撃滅を目指した。これを、アーロン・エースメリル少将率いる巡洋艦四隻、 駆逐艦艦隻の艦隊が迎撃する。る。ブーゲン・ル戦であ11月1日午後11時30分以降、秒光、ハグロの偵察機が、米艦隊発見を報告する。11月2日0時45分、シグレが第一警戒対策肩から接近する、米艦隊発見を報告。続いて川内もそれを認めた。最初に、米艦隊と交戦したのは、 第一警戒隊で、川内は0時55分には炎上して火事故障を起こし、戦闘不能となる。死体と第二警戒隊は回避行動に専念し、午前1時7分に、病高と初風の衝突を招いた。しぐれの報告から26分が経過した午前1時16分に、病高と羽黒は、射撃を開始する。第五戦隊は、敵一番艦に命中弾数発を任。 ムると同時魚雷命中の水柱を任務的に番艦、魚雷2歩命中撃沈的3、または4番艦に魚雷命中水中大火災を任務、と報告しているが、軽巡デンバーに、不発弾3発、駆逐艦スペンスに1発が命中して勝破、しただけだった。大戦果を挙げたと誤認した、大森司令官は各隊に撤収を、加齢。 米艦隊はこれを追撃して戦場に取り残されていた、川内、初風を撃沈した。戦闘終了後、第五戦隊は、従順洋艦一隻豪沈、同二隻魚雷命中撃沈確実、大型駆逐艦二隻豪沈、従順あるいは大型駆逐艦一隻魚雷、命中撃沈確実、駆逐艦一隻同士打ちで損傷、従順一内死二隻及び、 駆逐艦に命中弾と報告した。実際の損害は、第一警戒隊、川内、しぐれ、さみだれ、白露による駆逐艦、フートの大破、ゴース戦隊によるデンバー、スペースの勝破だった。他にモントピリアに、魚雷2本命中も、不発、サッチャーの衝突により勝破。戦術的、損傷艦及び戦略的、輸送戦断撃滅,滅失敗にも本海戦は、 日本軍の乾杯で終わった。翌朝、羽黒からは、病行の全部下げに、初風の乾板がぶら下がっている光景が見られたという。この後、大森少将は、第五戦隊司令官を解任された。1944年、昭和19年6月のマリアナ沖海戦、10月中旬のレーテ沖海戦等に参加する。10月24日。 渋谷海で空襲を受け魚雷一本が命中、早々に、栗田艦隊から落語して戦場からの撤退を命じられ、12月13日、冷凍沖海戦での損傷修理に、日本本国に戻るため駆逐艦使用を護衛に、サイゴン沖を航行中のところを米潜水艦、バーゴール、アセスバール、SS-320 の夜間雷撃により、艦尾を切断した。妙高は、 主砲と攻格砲で22号電弾を使用したレーダー射撃を実施し、バーゴールに命中弾を与え大破させたが新艦が作動せず沈没させることはできなかった。航行不能となったミオコウはシンガポールに栄光され、同様に航行不能状態で同地に所在していた、従順高尾と共に、防空艦として同地に止まることとなった。降格砲と機銃の大部分は陸上陣地に移設され、 上院は臨時陸戦隊に編成された。妙高はこの後も主艦と補機類、発電機などは使用可能であり、自力での投げ要領、通信、電力供給などが可能な状態で終戦を迎えた。妙高、高尾は終戦をシンガポールで迎え、人員宿泊、他艦船の修理、通信などの担任母艦として使用された。 その後はイギリスに接収されることとなったが、引き渡しを受けたイギリス海軍は、規格が大きく違うとの理由、イギリスの軍艦と違い、居住性が極めて悪かったのが大きな要因とされるから、病行、高尾の自陣処分を決定した。病行は1946年、昭和21年7月8日、マラッカ海峡にて、キングストンバルブを開き、海没処分された。 沈没地点。8月10日に除籍された。その後高尾も10月29日にマラッカ海峡で自沈処分が行われた。妙高と高尾は同じ仙台で建造され、妙高の浸水式には昭和天皇が行計、高尾の浸水式には高順皇后が行計していた。妙高型4隻、高尾型4隻の中でネームシップの妙高、高尾のみ生存し、 終戦を同じ場所で迎えほぼ同じ地点に沈められるという奇妙な縁を持つ軍艦た。昭和7年1932年に起こった5.15事件で犬飼武首相を襲撃した三上卓中尉は病床の乗組員であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。